はい、ということで皆さんこんにちは。ありがとうございます。ゆるゆるゆると、ギター弾き語りシンガーソングライター森下邦太と言います。本日戸塚駅ペデストリアンデッキにて戸塚ディストルフェスカフェボリューム50、3番手歌をさた歌を歌わせていただきます森下邦太と言います。すごいめちゃくちゃ今日暑くなるらしいんですけど、ちょっと今ねなんか過ごしやすい、微妙に過ごしやすい気温にはなってるんですけど、暑いので水分補給、熱中症にだけ、気をつけていただけたらと思います。そんなこんなで、どんなこんなかよくわかんないんですけど、全く繋がらないんですけれども、1曲目ちょっとポップな曲を演奏しようと思います。さっきリハーサルでも演奏していた、セカンドシングル、タイトル曲のだるまさんが転んだという草食系男子の葛藤ソングを1曲演奏します。だるまさんが転んだ、聴いてください。ありがとうございます。いつからだろう、君がこっちを見るたび身動きが取れなくなってしまったのは、まるでだるまさんが転んだみたいなゲームだ。何食わぬ顔をしてその場に立ちすくむ。君に触れたいのに触れれば終わるこのゲーム。結末はわからないけれどなんだか怖くて、手を伸ばせば届きそう。君がよそ見をするたび、ここぞとばかりに君に近づくようになったのは、まるでだるまさんが転んだみたいなお遊びだ。さりげなく近づいて横目で君を見る。そばにいたいのにバレれば終わるこのゲーム。どうなるかわからないけれど、いっそのことバレてしまいたございます。1曲目だるまさんが転んだという曲を演奏させていただきました。改めまして、ギター弾き語りシンガーソングライター森下邦太と言います。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、1曲目だるまさんが転んだという草食系男子の葛藤ソングを演奏させていただきました。本日戸塚ディストルフェスカフェボリューム50ということで、祝50回記念、あちらにですね各アーティストの物販があるのと同時に、フェスカフェセレクションという、過去のフェスカフェ過去のこちらのイベントで、限定販売していた、フェスカフェラジオという CD に収録されていた楽曲を、よりああじゃあマキロありがとうございますあちらのあの富岡君とマキロが掲げてくれているフェスカフェセレクションという、CD がございます。こちら各アーティストの曲が1曲ずつ、アーティスト間でコラボというか、楽曲交換した音源が、5曲収録されております。こちら5曲入りで1000円と、なかなかお買い得入りの CD なんですけれども、なんとですね今回みんな1曲ずつ、過去に楽曲交換したやつをチョイスして収録したんですけど、まさかの森下邦太の楽曲が3曲収録されてるっていうなんかすごいなんか、ね、季節してというか、僕森下邦太のトリビュートアルバムみたい なんかすごい僕的に なんか全然本当に僕強制したわけでもないんですよ。今のうちに言っとかないとなんか僕なんかこうねはいそんなね僕の曲がねいっぱい入ってるんですよ。僕も歌ってるし、僕はエソラビトナナコさんの友達という曲を、演奏させていただいたんですけれども、5分の4森下邦太関連っていう5分の1富岡大輝ごめんなさい失礼しました失礼しました、失礼いたしました、そんなフェスカフェセレクションの中から、収録曲を1曲演奏しようと思います。戸塚密着型シンガーソングライター、あ、今日はない今日後ろにないですね。カホ、あちらの上りもちょっと今ぐちゃぐちゃになってるんですけどカホが、カバーしてくださいました、ウサギじゃないよ人間だよという、1曲目と同じく草食系男子の葛藤ソングを、1曲演奏しようと思います。僕も演奏しているんですけれども、この今回カホが歌った音源も、入手できるのでぜひ、手に取っていただけたらと思います。そんなウサギじゃないよ人間だよという曲1曲演奏します。聴いてください。ウサギは寂しいと死んじゃうんだって、どこかで誰かが言ってた。僕は今とても寂しいんだ、だけど僕はウサギじゃないよ人間だよ。寂しくても死んだりなんかしないよ。僕は人間さ No 寂しさには慣れているんだ。ウサギみたいに心が弱くはないんだ。僕は人間さ No 一人でも生きてゆけるんだ。ウサギは女の子が大好きなんだって、どこかで誰かが言ってた。僕は今君が恋しいんだ、だけど僕はウサギじゃないの人間なの。恋しくても求めたりなんかしないよ。僕は人間さ No その秩序は守るんだ。ウサギみたいにトゥデイボーイにはなれないさ。僕は人間さ No お肉が食べたい人間さ。
なないんだって。さっき誰かが言ってた、僕は今とても寂しいんだ、僕はウサギじゃないよ、人間だよ。今寂しくて死んでしまいそうだよ、僕は人間だ、 No, No, No。 寂しさにはならそうにもない、ウサギみたいに心が強くはないんだ、僕は人間だ、 No, No, No。 一人で先じゃないよ人間だよという、ファーストシングル、そして、今回のフェスカフェセレクションに収録されている楽曲を1曲演奏させていただきました。いた弾き語りシンガーソングライター森下くんいた。ちょっと僕まだ全然大したお知らせをしていなかったんですけれども、来週ですね、来週というか毎月アットホームなワンマンライブ国田の部屋というイベントを開催しております。来週6月18日の土曜日に館内にあるリセットカフェという、カフェで開催するんですけれども、国田のボイトレ教室というちょっと噛みましたね、国田のボイトレ教室また噛んだんですけど国田のボイトレ教室という、企画を、ご用意しております開催する予定なんですけれども、お席が残り一席と、なりました。本当に、当日ね、ピアノ弾いたり歌詞の読解したり座学したり、いろんなことをしようと思っているので、あと一席、よかったらあちらで物販で行っておりますので、ぜひぜひ気軽に声かけていただけたらと思います。そして今回、祝50回フェスカフェボリューム50ということで、いろいろこう一区切りのというか、ちょっとこう節目という形で、行っているんですけれども、僕ですねこの後15時半からも、また通世締めを行うんですけれども、先ほど富岡大君がバロテさんとコラボしてすごいめちゃくちゃ楽しそうだったなって思っている僕森下くんいた、2セカンド世締め、実は僕もちょっとスペシャルなステージを、企んでおります。15時半から、行いますので、ぜひぜひそちらも、楽しみにしていただけたらと思います。そんなこんなで、ボリューム17から、僕こちらの戸塚ディストルフェスカフェに出演させていただいているんですけれども、横浜で初めて歌を歌ったのが実はその時で、2013年の8月17日に、初めて僕横浜に、横浜にというか神奈川に、歌を歌いに来ました。それまで、全く実は横浜とは、縁がないというか、埼玉出身で今も東京に住みながら、それまでもずっと東京で、細々と歌を歌っていたんですけれども、3年前ですね、もう3年前のその日から今では本当に毎日のように横浜市を中心に活動させていただいております。その中でたくさんの方と出会って、たくさんの曲を書いて、たくさんの今では CD も発売させていただいております。そんな記念すべき第1弾の CD に収録されていた楽曲を1曲演奏して、僕森下くんがこのステージを終わりにしようと思います。カフェセレクションでバロテがカバーしてくれた、独り言という曲を、ファーストステージ目最後に曲演奏しようと思います。思ってることがあっても
伝える相手がいなくなってしまったら結局独り言になってしまうなと思って書いた、森下君言ったきっと唯一の失恋ソングです。きっと唯一の失恋ソングです。独り言という曲をファーストステージに最後に演奏します。独り言聴いてください。歌ってるだけ誰かを愛するってことは こんなに辛いことなんだね。何をしていたって君を探してしまう。きっと僕はいつまでも君を思い続ける。わかってるんだよ、わかってるんだよ。
まして、盛り下げたファーストステージ最後に独り言という曲を演奏させていただきました、この後も戸塚ディストルフェスカフェ、夜5時過ぎまで、続いていきます。僕森下くんいた次15時半から、セカンドステージをスーパースペシャルゲストをお迎えして演奏いたしますので、ぜひぜひ、最後まで、また午後も、楽しんでいていただけたらと思います。あちら物販を行っております。そしてこの後は、戸塚密着型シンガーソングライターの失礼しました過去のステージとなりますので、ぜひぜひ楽しんでいってください。森下くんいたでした。ありがとうございました。はい、ただいま演奏した森下くんいたの物販、こちら物販ブースに行っております。ありがとうございます。ギター弾き語りシンガーソングライター森下くんいたと言います。今日よろしくお願いいたします。はい、本日戸塚ディストルフェスカフェボリューム50、記念すべき50回目の開催ということで、ファーストステージ目は、僕一人で演奏していたんですけれども、先ほど富岡大樹くんという今ずっと流れてた音源の彼がバロテさんをねサポートに加えて演奏していて、それが僕とっても羨ましかったので無理やり、スーパーサポートゲストをお呼びしております。本日サポートで、今日ずっと PA を担当してくださっていた CD のアレンジを全て行っているジョジョさんをサポートギターにお迎えしております。ジョジョさんどうぞ。わーい、わーい、わーい、音響をやってます池上です。池上です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、いや実はですね、以前2014年の9月かなに、地下で開催した戸塚ディストルフェスカフェの時に、サポートで一度一緒に演奏させていただいたことあったんですけど、それから約2年、この戸塚ディストルフェスカフェという場所で、一緒にコラボレーションさせていただきます。今日セカンドステージ3曲ほど演奏するので、ぜひぜひ、一緒に、楽しんでいていただけたらと思います。さあ、ということでですね、本日ジョジョさんをお迎えしてるんですけど、ジョジョさんのことを知らない方もいらっしゃると思うんですけれども、僕たちディストルミュージックエンターテインメントの、CD のアレンジをほぼ全て、担当してくださっております。森下くんいたの楽曲に関しては、オールジョジョさんが、担当してくださっています。聞きなじみのあるギターサウンドは全部今日聴けるということなので、聴けるということなので聴かせてしまうので、はい、そんなこんなで、一曲初めて実はアレンジしていただいた曲なんですよ、この曲。あ、本当ですか。はい、ジョジョさんに、ジョジョさんに、僕がディストルに加入して初めてアレンジしていただいた曲を、1曲、ロックな曲を演奏しようと思います。セカンドシングルから、正直者がバカを見る時代が終わったというロックな曲を演奏します。聴いてください。横目で見てたがズルしてばっかだった。正直者はバカを見る、見返りは少なくて辛いことばっかだった。こんなのおかしいって思いませんか。いらっしゃい。くじけずに頑張る君を見ていたんだ。正直すぎる君だから隠したつもりの涙も見えてたんだ。僕は心から君を信じられる。正直者がバカを見る時代はもう終わったんだ。君みたいな正直者を僕は大好きなんだ。誰が君を見放そうとも僕がずっとそばにいる。正直者がバカを見る時代はもう終わったんだ。
焦り出している。時代が変わってしまったことに気づいた。正直者が好かれてる。当たり前の状況に出遅れてしまった。まだ間に合うから嘘はもうやめよう。正直者が若を見る時代はもう終わったんだ。嘘つきはもうマイノリティ。波に乗り遅れな。誰かが涙を流そうもんならみんながそばにいる。正直者がバカを見る時代はもう終わったんだ。ギタージョジョさん。そんな時代が早く来ることを僕は願っている。君と僕がバカを見ない時代がやってくることを。ナナ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 ありがとうございます。1曲目正直者がバカを見る時代は終わったという曲を演奏させていただきました。本日戸塚ディストルフェスコフェボリューム50森下くんいたセカンドステージ、ゲストにジョジョさんをお迎えしてお送りしております。わすごい、何この感じ。イエーイ。なかなかないですよね。あ、ごめんなさい、すいません。すいません、すいません、ちょっと準備がめったにないですよ。めったにないですよね。いつもね、来てるんですけどね。そうなんですよね。毎回ほぼ解禁の出席率なのに、はい、ステージに立つことは本当もう2年ぶりぐらいの。そうですね、全然スタッフで演奏してないですね。はい、私次回からね、あの全員そのままなくなるとかっていう感じですけど、僕は多分ね、毎回ね解禁引き続き解禁のジョジョさん、はい、いやすごい、もうみんながね、ジョジョさんに声をかける前にミーティングの時にジョジョさん、お願いしますって無理やりお願いしてくるっていうね、すごい早もん勝ち的なところもあったかもしれないんですけれども、今日残り2曲ほど、ジョジョさんと、お送りしていきます。そして、今回ですね、イベント限定グッズフェスカフェセレクション販売していたんですけれども、もう本当に早い段階で完売ということで、たくさんの方に CD 手に取っていただけてとても、嬉しいです。そして、その中から、1曲カバー曲で歌っていただいた曲を演奏しようと思います。僕フェスカフェで歌うのも本当にもう相当久しぶりの楽曲ではあるんですけれども、ファーストシングルから1曲、演奏しようと思います。フェスカフェセレクションでエソラビトのナナコさんがカバーしてくださった思うこと禁ずというちょっとロックな曲を2曲連続でロックの曲になってるんですけれども、演奏しようと思います。いいですか。じゃあ思うこと禁ず聴いてください。これ癖今でもたまに思います。うわなんだこれ汚ね、決して口には出さないけれど、道徳的にダメなんだって小さい頃から教育受けてきたの。今では口が裂けても言えません。口に出すこと禁じます。そうやって口に出しかけた言葉はそっと飲み込んでしまうんです。ねえ口に出すこと禁じられて、それでまた僕の中に一つの壁がね来上がる。
だこれ。キモい例によって口には出しません。頭に浮かんだ時点で僕は腹黒にて世界のはみ出し者。いつからか思うことすら忘れた、思うことすら禁じます。そうやって頭をよぎった言葉はそのままどっか行っちゃうんです。ねえ思うことすら禁じられて、それでまた服の中の僕が一人死んだみたいだ。生まれたままの僕はもう残りわずか、もうすぐ完成、世界が決める。理想的な人間像を思うことすら禁じます。そうやってられた僕らははみ出し者を叩く側に回る。思うこともなくなったフラットテイメロボトミー。 Oh it's wonderful。 思うことはもう何もない。最後の僕が間もなく伝える。ファーストシングル、そしてフェスカフェセレクションに収録されていた思うこと金図という曲を演奏させていただきました。ありがとうございます。トスカディストルフェスカフェボリューム50、だいぶ昨日までの天気予報だとすっごい暑くなるみたいなね、ことを言われていたんですけれども、まあ、暑いことには変わりないんですけれども、ちょっとね日も陰ってきてというか、ちょっと過ごしやすい気温でになって本当に良かったと思います。本当に今日、長い時間こうやって、聞いていただけることが、本当にとてもありがたく、思います。ファーストステージでも、ちょっとだけ言ったんですけども、僕トスカディストルフェスカフェが、僕の横浜のでの活動、神奈川での活動の、出発地点でありました。ボリューム17、2013年の8月17日に初めて、ここ戸塚駅に歌を歌いに来て、誰一人、僕のことを知っている人がいない状態、僕が知ってる人もいない、そういう状態で、歌を歌いに来ました。それから3年間たくさんの活動を通して、そして、一緒に出演していたディストルメンバーのみんなと、こうやって、たくさんの人と、共通の出会うことが、できて、今では本当にこんなたくさんの方に聞いていただけることがとてもすごく嬉しく思います。本当に誰一人知らない状態だったのに、今では、本当に皆さんの顔が、もうじっと見つめるとすごいなんか思い出がたくさん詰まっているので、なんかすごい見ちゃってごめんなさい。すごい大切な存在になっています。毎月のように歌を歌いに来ていて、本当に、皆さんと出会えることが楽しみでした。こう言うと本当にうさんくさく聞こえてしまうんですけれども、本当にすごく楽しみにして
来ていました。来月からちょっとだけ形式が変わってしまうんですけれども、また僕たちもというか僕も歌いに来るので、ぜひその時は声かけて、そして見守っていただけるだけでもというか見守っていただけたらとても嬉しいです。今日最後に一曲、出会ってくださった、いつも支えてくださる皆さんに感謝の気持ちを歌った楽曲を歌って、僕森下クリーターのステージを、終わりにしようと思います。本当にジョルさん今日はありがとうございますこちらこそこちらこそありがとう、急に振っちゃってごめんなさい。いやーすごい、音楽を誰かとやるっていうことはすごく楽しいことで、なんか僕がこう楽しむだけっていうのもおかしいんですけれども、楽しく、僕が楽しくやってなきゃ絶対にそれを、聞きたいと思う方も絶対現れないと思うので、本当になんだろう、ありがとうございます。なんかごめんなさい、またジョーさんなんか、ま、なんか僕ジョーさんが隣にいると告白するみたいになっちゃうんですよね。すごい大好きなんですよやばいな、ごめんなさい、本当ごめんなさい、もう毎回言っちゃうんですよね。あんまたね大好きなんです。あ、ごめんなさい、あんま大好きなんですけどとても大好きなんですなんか改めて言うのは恥ずかしくなりましたね、ごめんなさい。そんな、ジョーさんと最後に、一曲、いつも支えてくださる今この場にいる全ての皆さんに、送ります。出会うことが、僕は本当に運命だったと心から思っています。すごく運命の人っていうとチープに聞こえてしまうかもしれないんですけれども、出会うべきして出会った、これからも一緒に歩んでいきたいと思える皆さんだから、この曲をいつも心から歌うことができます。最後に一曲、君だったという曲を演奏します。聴いてください。気づかない
隣で眺めていたんだ。頼りない月明かりも始まりを告げる朝焼けも照らしてたのは君だった。森下邦太、本日ゲストにジュズさんをお迎えして最後に曲「君だった」という曲を演奏させていただきました。この後も戸塚ディストルフェスコアボリューム50、あとこの後カホ、エソラビト、そして最後に合同ステージ、本日出演した5組のアーティストで合同ステージ行います。ぜひぜひお時間許す限り最後まで、お時間許す限り最後まで最後まで楽しんでいていただけたらと思います。あちら物販もやっているのでよかったら見ていてください。森下邦太でした。ジュズさんでした。ありがとうございました。